皆さん、こんにちは。東京学芸大学教育学部の先輩ーターラミリーです。本日は皆さんがこれから受験に向かう上で参考になるお話ができればと思います。今回は私自身が苦手だった国語、特に現代文の苦手克服法について私の経験を踏まえながらお話ししていきたいと思います。まずはじめに私が東京学芸大学を選んだ理由についてです。まず私は、 自宅から通える国公立大学であること、そして興味のある学問を専門的に学べる大学がいいと思いました。このように自分の希望を実現できる大学を調べていく中で、最終的に東京学芸大学を志望校としました。次に、志望校の配点についてです。グラフを見ると明らかなように、センターの方が民主権よりも配点の比率が高いことがわかります。その中には私の苦手な国語も含まれていたので、 国語の苦手対策を中心にセンター対策に取り組む必要があると思いました。次に受験本番までのスケジュールについてです。私がどの教科も共通して心がけていたのは、早めの基礎固めへの徹底です。基礎固めとは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、授業の予習復習、定期テストや小テストなどにしっかり取り組むことです。また私は教科の得意、苦手によって勉強に取り組む時期を変えていました。 例えば、得意な英語は早めに過去問に取り組んでいました。一方で、苦手な国語は過去問よりも先に基礎固めに早めに取り組んで、と過去問の前に短い文章で問題演習に取り組んで、慣れていったら徐々に過去問にシフトしていきました。次に、私が現代文が苦手だった頃の話をします。私はとに,とにかく現代文が苦手で、もしでも、 非常に正当率が低く点数がなかなか安定しませんでした。また、高3の夏休みにはあんなに頑張って勉強したのに9月にはスランプが襲いかかり点数が急激に下がってしまいました。私は果たしてこのまま大学に合格できるのだろうかといった大きな不安を抱えるばかりでした。それでも私は頑張って苦手対策に取り組んできました。今から具体的な方法を紹介します。 まず、私は、現代文が苦手な原因の分析を行いました。例えば、私の場合、苦手な原因は、語彙力と読解演習量の不足があると思いました。次に、自分の苦手の原因の分析を行った上で、このように、具体的な勉強法を考えていきました。具体的な勉強法が決まったら、どの教材をどのペースで進めるのかといった計画を立てていきます。例えば、私の場合、語彙力の強化のために、 市販の単語帳を使って1週間に30語を覚える。読解演習量を増やすためにゼミ教材を使って2日に1台読解を進める。このように考えていきました。このようにと苦手対策にしっかり取り組んだおかげで、高三の11月頃から徐々に成績の伸びを実感していきました。そして迎えたセンター本番当日、100点満点中74点と、今までで一番高い点数を獲得することができました。 それは、高2の1月という早い段階から、基礎固めと苦手克服にしっかり取り組んできたからだと思います。最後に、私の行ってきた苦手克服法をまとめます。実験、もしを受験したら、すぐに自己分析を行います。自己分析とは、その強化は苦手な原因と、克服したい苦手分野は何かを確認することです。自己分析をもとに、勉強法を考え、実行していきます。 最初はなかなか実力が出ないと思いますが、このサイクルで続けていけば、徐々に努力が形となって現れてくるはずです。最後に皆さんへのメッセージです。入試形式が大きく変わっても、基礎は大切なことには変わりありません。なぜなら基礎ができていないと、応用問題にも立ち打ちできないからです。まずは普段の学校の授業や課題など、目の前の勉強にしっかり取り組むようにしてください。そうすれば少しずつ、 基礎固みや苦手克服につながるはずです。最後になりましたが、私たち先輩チューターは皆さんの頑張りをこれからもずっと応援しています。ご清聴ありがとうございました。ベネッセ